はい、全国800万人のストリートファイターファンの皆様こんばんは。今日は11月3日、まあ、文化の日なんですけど、帝的にはコーリーの結婚記念日、そしてさらに僕が87年の、後楽園さよなら後楽園球場というイベントで初めてカツアゲを食らった日ですね。さすが中1高校生に勝てるわけもなく、なけなしの3000円を失うというね。あの野郎今見つけたら半殺しにしてやりますけどね、本当にね。まあそんな感じの文化の日でございますけど、ストリートファイターカーニバル今日は、何戦目だかちょっと忘れちゃいましたけど14戦目かなんと、みんな大好きポリサムということでよろしくお願いします。じゃあ早速いきますか。ゼロ回戦あんのか。じゃあ白次郎君となるじゃんけんしてワンピーツーピー決めてください。じゃあ行きますか。スーパーストリートファイターカーニバル第14戦ポリサム大会始めたいと思います。今日は一大進行なんでまったりとじっくりと。ワンピーはナルの、キスマですね。スーピーは白次郎くんのナコ、犬ナコか、どっちだ、犬ナコです。まあナルくんの方はキスマですね。エーパーが見られるのか期待したいところですね。ルールは何でもありだ、はめれば勝ちです。さあまずはワンちゃんで、おっと浮かしたぞ。お、白次郎くんもこの佐川急便の実力は非常に高いですね。しっかり空中コンボ決めていく。半分減ったぞ。さあ勝利、ここはアンヌ娘で勝っていく。さあダイレクトリードは白次郎、飛んだがここは、リングアウトしない場所ですね。このゲームはリングアウトがございますので注意。おっとピンタが入った。渋いですねその投げ。平手打ち、ナトルルっぽくないですね、なんか。さあ、なんか犬が微妙にじゃなんかあれですね、軸がなんか非常に強くて、非常にこう、なんか見づらいですね、これね。さあ、おっ、うめえ、アンドムツで止めていく、なる、さあ、軸移動で、ジャンプ、投げ使ったところに、勝利を使って、ダウンをしたところに下ダウン、さあ、残り6秒、時間がねえぞ、意外とこのゲーム。あ、伸びが通る。さあ逃げる逃げる、白次郎逃げ切れるか、残り1秒、0秒、ここは時間切れ、一方選手白次郎、さあおっとアンドムツで見えない下段が飛んでくる。さあ飛びから連続は止められたいところ、しかし後ろ、あこれは佐川急便あるのか、落ちるのか、まだつなぐまだつなぐ、さようなら等身伝、勝ったな白次郎、お見事、素晴らしい試合展開に優しいですね。竹庵とマグロ、じゃあお願いします。優勝候補の竹庵、今日は有識者である日暮がいないということで竹庵優勝狙っていきたいところ。ワンピーガーはマグロ、ツーピーガーは竹庵、マグロ君も頑張ってほしいですね。初めて、初めてですか、初めてで相手が竹庵、マグロ選手は二度とこのゲームをやらないんじゃないかという恐れがありますね。というわけでマグロ君が、R のハオマル、スーピー側はエスパーマミコと、R の半蔵タケヤ、いざ尋常に一本目。さあマグロ選手頑張ってほしい、大喜利をこすっていきたい。さあこのラウンドも、このステージも穴落ちがあると。さあ佐川急便が早速始まっていく。もう落ちるのか、大丈夫か、ここは微妙に落ちなそうだ。しかし体力は減っていくぞ。さあ下段で救われる、こんな上げ腕刺激逆十字、渋い技を決めていく。必殺仕事人ばりのあのレントゲン演出、関節技、実はあー首スリーパー、あ首4の字か。まず一歩接種、竹谷強い。さあ2ラウンド目、お砂かけかっこいいですね。あれはザンサムみたいに性能が良ければもっと良かったんですけどね。さあ下段キック、置き蹴りがあるこのゲーム、あーまだ大丈夫、佐川急便配達スキルが問われる。このポリサム非常に空中コンボが重要になる、穴落ちがありますからね。あーまただー、脇固め、さらに下段から脇固め、これハメじゃないのかこれ。ははは惜しいですね。おーいいよ、まだ上がんない、砂掛け、さあ消えた風神前だ、下段キックジャンプで受ける、マグロ、あーそれはまずい、キックワードはまずい。さあ下段キック、手裏剣手裏剣、
中段キック、ここは空を切る、タックル一戦、これで1-1。覇王丸3本目さあ3本目さあ連続技決めて5連打。いやこれ止まんないんですけど、どうするんですかこれ。あーこれ死んだんじゃねえのか。もう外し大丈夫か。まだ生きてる。中段キックダウンオーバー、もっといいよ、中切りで返していく。マグロ下段置き蹴りガード砂掛けガードして、一旦距離を取る、大切り飛びが通る、いいよ。あー浮いちゃった、それはまずい。あー死ぬ、助けて、水ねー。あーいいよ、あーそれ、あいいよ、あなたか、あーやったのは竹谷。じゃあ鳴沢ゆい君と微分さんかな。これにて終了ってのがいいですよね、これね。 1P が鳴沢ゆい、2P が微分、微分さんは現在ランキング、ポイントランキングトップとなっておりますが、鳴沢ゆい頑張って破ってほしいところ。こんばんは。 お疲れです。じゃあこのゲームの有識者の竹谷です、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は日暮さんがいらっしゃらないの。あ、そうですね、日暮は今日、はい、仕事の祭日ということでね、忙しいということで ね、皆さん釜飯屋に行ってあげてください。そうですね、浅草の釜飯屋、浅草の釜飯屋ですから、はい、広告打ってくださいね。はい、広告打ってくださいさあ、ワンピー側、白い半丸、鳴沢ゆい、黄色いカレー味、微分さん、微分さん同キャラとなって、そうですね、これはストリートファイターカーニバル上位者同士の戦いなので、うん、そうですね、2対1、どっちが死んでも美味しい、美味しい下の人間は美味しい、いざ臨場に、はい、1本目勝負。この修羅の半王丸はなんか特徴的にはどんな感じなんですか。修羅も羅刹も関係ないですね。関係ない、半王丸はどっちでも大丈夫です。どっちでも大丈夫、はい、必殺技が違うぐらいなんですけど、なるほど、必殺技は虎穴弾ぐらいしか使わないので。使わない、必殺技はむしろ虎穴弾以外は忘れろと、ね、まあ色で決めてください、色で決めろと、好きな色を、はい、好みの色を選んでくれと。そうですね、色は大事だからね、色は大事。あっ連斬が入る、おおやり返していく、おそれっぽい、これそれっぽいぞ。あ、使った、ワンチャンあるよ、ダイ、はい、まずは鳴沢ゆい一歩選手、あれ下手したら体力的に生きてても、はい、場外になったかもしれませんね。あーなるほどね、落ちている可能性が高いと。そうですね、前 AB 大切りは暫定戦なんですけど。なるほど、さあレンズ決めていくぞ、やり返していく、先ほどと同じような展開、それっぽい動きからの、あー無敵はなかった、おーダイ、あ気持ちいいですね、気持ちいいですね。これは鳴沢ゆい君勝ってしまうとポリゴン同級生出ちゃうよ。あー大切り、このゲームはバックジャンプバック捨てすると下の黄色いゲージが、どんどん減っていって赤ゲージになってしまいまして、勝手にこけるんでしたっけそれはアスラタモデル、あそバック捨てするとこけます、こけるんだよねひでえゲームだな、ね、ご意見無用、ご意見無用システム、そうですね作ったのは池袋サラみたいなねレザーさん、レザー危ない、はい、どっちがどっちだか分かんないですけど、今1本同士1本ずつ取ってますね、取ってますね。さあ3ラウンド目、黄色い方がビブンさんですね。さあビブンさん攻める攻める、はい、これ後ろ落ちるんじゃないか、気をつけて、そうですね、さあビグビグっと動いて、このゲームは下の黄色いゲージを消費して特殊行動ができるんですけど、今光ってますね。なるほど、ああそうですね、ワンピーが今怒り状態ですね。おおお、鳴沢君が、鳴沢君があるか、あるのか、あるのか、さあビブンさん、あ、いいよいいよ、さあビブンさん立ち上がれない、青丸の CD 同時押しは、上中段という二段技です。なるほど、立ってないといけません。なるほど、あーいい、あーいいよ、連続技です。さあ分かんなくなった、さあ残り10秒、時間的にないし怒りゲージを使った、ここは使った、時間が止まる、そうですね、さあどうする、この後、おっ、あっ、あー止められた、止められた、ビブンさんしっかり、これでもしっかりしてるんだ、あーこれはあるのか、なかった、惜しい、勝ったのはビブン、トップ独走中。いや、じゃあ岩倉くんと暇人くんお願いします。はい、岩倉さんが S 強、暇人さんが S 覇王丸ですね。はい、残念ながらまたね、同級生64が、遠のいてしまいましたね。64 64ビットワンピガは暇人、ツービガは岩倉、じゃあ試合の方お願いします。ボタン切り替えスイッチ気をつけてね。そうですね、基本的にこのゲーム、このゲームは栄養値配置になってますので、栄養値がデフォルトですかね。
さあさあ、この、修羅右京、岩倉さんが使ってるやつ、これはどんなキャラなんですかね。はい、修羅右京は、基本的には、通常技で押すキャラですね。なるほど。いわゆるハイパーオリンピックと呼ばれるあのしゃがみ将棋をこすっていくスタイル。そうですね、立ち A も強いです。立ち A も強い、はい、でそういった通常技でガンガン押していくようなキャラクターと。さあカウンター狙っていきます。浮いている。さあ体力リード、岩倉浮世。おっとオフトビー。そうですね、あれ判定が強いんで早めに出すことがいいですね。なるほど。あぶね、ガードして下段戦。まずは岩倉一本選手。さあ岩倉さん、どこでやってたんでしょうか。これはこのゲームどこでやってたんですかね。そうですね、謎ですね。これが出た後でも99年ぐらいに北本のなんか、ええ、レンタルビデオショップにありましたね。あ、置いてあった、ええ、あ、そうなんだ。でも、ね、SNK の、正規のリースかもしれませんね。さあ危ない、落ちるぞ、気をつけて、割っていく。今月さん軸移動、避ける。お、押して、あ、惜しい、あ、遅い、惜しいです、安いですね。あ、だい、それでいい。あ、じゃあちょっと軸が軸がずれてた。そうですね。さあ、依然岩倉体力リードのまま残り29秒。さあ、暇人どう攻める。あ、いいよ、連山決めていく。投げせる、投げて、こっからこっからよ。あ、うわー、その将棋が強い、連山。さあ、これで1-1。さっき暇人さんにはちょっといろいろ教えたので、はい、うまく活かしてきましたね。マジン選手、ハーマルの今ピカーンって光った時に出す斬撃がすごい強いので、はい、なるほど、じゃあそれを駆使していけと。で、意外切り2発であのヘリ。あっと、タイを入れ替えるか。ダギリガードが間に合った。よくない。さあ差し込んでいく、差し、あっと吹っ飛んだ。さあ、まだまだ勝機はあります。そうですね、ゲージもまだありますからね、頑張ってくれ。ダギリは隙が大きいのであまりやらない方がいいですよ。なるほど。さあここで爆発していく。ああ、ナイス、岩倉勝利。すごいですね、サムスピらしい戦い方でしたね。そうでしたね、通常技潰すのはうまいですね。今陣さん残念でした。じゃあエンテイとシンゴお願いします。はい、あ、これエンテイさんにチャンス到来ですね。そうですね、エンテイ君がもし前回大会優勝者のシンゴに勝てばプラス3ポイントとなりますので、大量ポイント獲得のチャンスと。エンテイ君も確か、上位の方にいましたもんね。そうですね。さあ、エンテイ君は、古来より好きだった半蔵を選択していく。もちろん R です。あ、微分、微分さんがエンテイさんに勝てと。あ、いや、うん、少しでも下げろと。そうですね、ポイントをやるなと。戦略的なことを。俺の1位は不動なんだよと。そうですね、せこいですね、せこいですね、うん。さあ、いざ陣長に1本目勝負。 1P エンテイ、 2P、シンゴ。あ、広告ありがとうございます。広告ありがとうございます。6000ポイント。5000ポイント。あれ、嘘でしょ。おっと、ここはスリーパースリーパー。マジっすか、ありがとうございます。6000すごいですね。これを見るのに6000も入れるの、ね、すごいですね。うもうちょっと有意義な使い方が使い方あるんじゃないかって思います。でもありがとうございます。ありがとうございます。あ、浮いた浮いたよ。あっと、ボンバー逃げていく。そうか、半蔵はあのボンバーを使って連続技強入れるんですね。そうですね、でも羅刹半蔵だけなんですよ。なるほど、修羅半蔵はダメなんです。できない、できない。羅刹ゆえのボンバーとなっております。ああ、これはラドン、これナポレオン動けます。ラドンからの今ね、新様のガルフォードみたいな状態になりましたね。なるほど、消失だけ当たって相打ちだったんで自分は動けるみたいな。なるほど。さあ投げ捨てる。さあエンテ、ここまくれるか。残り5秒。もう近づいた方がいい、近づいた方がいいよ。あっと、前垂直ジャンプキック。シンゴ一本選手。とにかく半蔵側としては触れたら勝ちなので。なるほど、触ったら勝ち、触ったら勝ち。格闘ゲームとしてそれはどうなんですかね。そうですね、あのガードをさせたら勝ちだし、勝ちガードしてなかったら勝ちだし。なるほど。さあ、浮いた、浮いた、ボンバーで回避。投げが入る。さあ、エンテさん、このゲームの練習が足りてない。そうですね、どこでやるんでしょうか。どこで練習すんだよって話なんですけどね。さあ、下段から中段立ってた。ああ、ナイスガード、うまい、返していく。そうですね、あの光る技、今光った技、はい、あれが、あの後ガードがね、ガードできない不能技ができるんですけど。なるほど、強制ガード不能技を当てることができるんですが、ちょっとエンテさん失敗しちゃいましたね。なるほど、もったいなかったと。そうね、あと時間がないんで、うまくここ怒り爆発して時間停止した方がいいのかなって。あ、ここは時間停止を選択していく。そうですね、僕のあくまで個人的な意見なんですけど。そのままやっていきました。あ、あ、あ、これは一戦でよかったのにと思わなくもないんですけども。さあ、首頭からの、死ぬかな、死ぬか、バキバキバキ。一応この後追い打ち投げ入りますよ。あ、あ、
あー死んだか死んだうっかり残念3ポイントゲットならずならずまだ負けられない。じゃあサリプちゃんとベホマソ君かな。あ、なんかザンサムでやれよみたいな感じですエンテさん残念でした。惜しかったですね。うん、ワンピーがサリピちゃん、ツーピーがベホマソ。ライバル同士、なぜか1回戦で激突。しかし今日はポリサムですからね。じゃワンピーがサリピ、エスリム、シュラリムとベホマソは、カズキですね。あるラセツカズキ。ラセツカズキ。陸道劣化がある方かな。あります。あ、そうなんだ。ラーメンカゲツことカズキ。さあライバル同士。そうですね、この勝負はいい勝負すると思いますよ。なるほど。キャラ的にリムルルとか、はい、カズキはどうなんですか。そうですね、シュラリムルルは羅刹反動のように、ええ、空中コンボを途中で中断させることができる技を持っているので、なるほど、防御的にはリムルルの方が強いです。なるほど。でも羅刹カズキも、まあ、攻撃力と中断と、まあ、攻撃を与える手段は残ってるので、はいはい、いい勝負なんじゃないですかね。なるほど、なかなかいい組み合わせであると、はい、さあお互い、ダンサムではね名勝負を繰り広げてきた2人でございますが、ここでも名勝負見せれるか。さあトラップジャンプ攻撃、ここは落ち着いてガードしていく、ステップで距離を取る、サリピは落ち着いてますね。落ち着いてるね。おーうめっ、おおジャンプを読んだか、大切りが一線入るか、うまい。さあじりっと減らして、さあ時間があと10秒。あ、中断ガード、いや浮いた、トラップ。そうですね、あれで中断できるから強い。なるほどね、火力がないので。あ、一発ゲーない。あ、返した、返した。サリピベフォーマスト悔しそう。小斬りこすっていく。そうですね、今のところのベフォーマスさんだけカメラに映したかったです。本当ですね、その通りは悔しそうでしたね。あ、これは決められるか。減ったな、おい、リクドレッカー出ましたね、うん、うまい、膝蹴り、ハイキック、その隙に空中ここに持っていく。あ、まあ無難な無難な感じで、はい、やれることをやっていく感じで、中段ガード下段将棋に早いな、リブルル。そうか、そういうことか。さあ体力リード、浮いた、浮いたか、これベホマソ浮いたか、浮いたか、ベホマソ浮きます。あ、これ大丈夫でしたね。ふわー、あっと、ここは飛びが通る。さあここは一旦差し合いをすかす。あー、スコロンだ、スコロンだ。まあダメージはないですよ、ほとんどね。あー、そういうことね。ただ時間がないですよ。さあここでゲージを解放していく。さあ怒りゲージで時間が停止してます。時間停止、とりあえず死ぬのは拒否っていく。さあこの先めくれるのか、飛び道具レイガンですね。レイガン、伊達に伊達にあの世は見てない。さあおっと中段ガードして、あー、それは、あー、当たった、一戦なんで当たったんだ今、なんかやろうとしたのか。さあこれで1-1、うん、あーもうヒヤヒヤ温泉危なかったですよね。さあこれで3ラウンド目、これでベホマソ君はあれですか、もうゲージ爆発できないんですか。そうですね、このゲームは1回怒り爆発しちゃったらもう消えちゃうんで、それがどのように戦局に左右するか。さあさあ今度はサリピのターン、ナイスガード、投げり返していく、早い将棋に。さあ、あの垂直ジャンプキックが結構いやらしいんですよね。あ、壁になって近づけないんですよ。なるほど、これね。そうですね、うまい、いや浮いた、あっ、おお、うまい、あー、うまい、ちょうど氷が当たらなかったですね。レイガン減ったな、おい、またもう一発ガードして。さあこれはもう時間が ないので、そうですね、今度はサリピが、怒りゲージをもうまあそこは使っちゃった方がいいのかなって思うんですけど、おお、さあ、お、びっくりした、そこから行くのかと思いましたね。さあゲージどこで使うんだ、サリピ、ジャンプ切り、ここ避ける、ゲーダー、お、使った、ここで使っていく、一戦、いきなり離した、パナージ、投げ、スカッタ、ああ一戦空いた、あ、うっかりジャンプしちゃいましたね、今のね。よっしゃ、サリピお見事、なんか面白そうなゲームに見えてきましたね。そうですね、ここベストバウトですね、ベストバウトでした、名勝負ありがとう。じゃあ映画イスカメンとガロボお願いします。地味に映画イスカメンもこのゲームうまいです。いや、うまいですよ、優勝候補です、ね、優勝候補の一人と言っても過言ではないでしょう。ガロボー、ヤガイス仮面を破れるか。ワンピーガーはヤガイス仮面、ツーピーガーはガロボー。CD、同情しね。もう忘れてるようですね。あ、もう忘れてますね。
まあ、あの、エアガス仮面はポリゴン格闘ゲーム大体うまいんですけど、このゲームもやぶさかではないと。さあ、ワンピー側、キバガミ。あ、ガロボーさんはいつもの立場の右京 A をこすっていきたい。源十郎はそうですね、まあ一回コンボが入るとかなり減るので、うん、なるほど。もういきなりこすってますね。いきなりこすってましたね、今ガロボー。ガロボーといえばこすり。こすり。こすり。あ、あ、あ、やばいやばい。源十郎も空中コンボ持ってるぞ。そうですね。デッドアライブの、先駆けてステージチェンジシステム。そうですね。デッドアライブ5に先駆けて、ボリ様はステージチェンジしていく。あ、落ちた。あ、落ちた。早っ。おお。東神殿。2本目うまくずれましたね。ずれましたね、うまい。ダウンはガロボ。あー、キック入る。危ないですね。浮いたら危ないですからね。浮いたら死んじゃいますからね。気をつけてくださいね、ガロボ。さあ、体力リード、ガロボ。ここは落ち着いてショーを起こしていきたいところ。あ、浮いた。こっから覚えてればからの、あ、壁か。まあ、死にはしないが、えれ減るな。でもさあ、こすってこすって、ハイパーオリンピック。これはちょっとガロボさん危ない。厳しいですね。差し合いもうまいぞ。もうちょっとパターンを増やした方が。そうですね。ちょっとワンパですね。そうですね、ワンパですね。ワンパガロボ大丈夫か。あー、浮いた。また浮いたぞ。はい、ほい、はい、ほい、はい、ほい、うめえな、はい、あーだね。最後ちょっと、あ、でも源氏郎危ないですよ。ゲージがね、下のゲージを気にしなさい。下のゲージが赤いんでね。そう、下のゲージがなくなったら気絶しますからね。なるほど、そうか、気絶するのか。ゲームひどいな。まあ、モンハンみたいなもんですね。さあ、体力リード。いや、矢口さんがまくる。残り3秒。お、時間停止した。黙るつもりだ。さあ、さあ、お互い何もできない。お互いゲージを解放していく。あー、削り。エアガイつかめ勝利。さすが勝負どころ分かってますね。強いですね、勝負どころ ね、 ね、本当に。じゃあ、白次郎くんと死にかけくん、お願いします。お願いします。エアガイさんは速攻三国演武に戻ってきました。三国演武に戻ってきました。巣に帰りましたね。そうですね。さあ、白次郎さんは羅刹ナコルル。先ほどの、あの、ナル戦で非常にかっこいい空中コンボをしっかり決めてましたね。そうですね。そして 2P 側、死にかけくんと。死にかけさんも、まあ、さっきのガロボーさんと同じような。同じようなスタイル。はい、スタイルで。どっちだ、どっちだ。 S か R。 右京はシュラですね。シュラですね。さあ、この犬がの、なんか非常にこの位置関係が分かりづらい感じがするね、なんかね。まあ連発はできないんで、しっかりガードしてて、うん、距離を詰めればいいと思います。なるほど。さあ、こすってこすって。同じですね。同じでしたね。さっきと一緒です。下段が刈られる。やられる。こするぞ。金敵。金敵。まさかのナコルルの掟破りの。そうですね、出ちゃいましたね。アイルでは常識。金敵が出ました。危ない。この後に超飛が入りますよ。超飛、これ確定です。やった。相手の起き上がりに強制的に入ります。あれ、あー、もうワンワンが、ワンワンが、ワンワンが、一方選手、天狼抜刀が食らいましたね。そうですね、抜刀がです。踊れってガロン。そうだよ、よく考えたらナコルルがガロン連れてんだから弱いわけないんだ。そうですよね。まあ、ゴバルツキみたいなもんですよね。そうですね。さあ、下段、ダウンを奪う。死にかけ浮世。あ、しくる。あっと、危ない危ない。さあ、アイヌでは常識なのか。どうなんだ。あー、こすって。いや、死にかけくんは大概ワンパターンですね、これね。やばいですね。そうですね。このままでは勝てないのは自分が一番よく分かってるはずなのに。そうです、ね。こするしかないですから。こするしかない。最後までしゃがみ A を信じる死にかけ。お、蹴り。たまにキック。蹴らない。しかし、体力リード。そうですね。あっ、下段ガード。このゲーム、このゲームは下の黄色いゲージがあるときはガーキャンが出せます。なるほど。さあ、じりっとよ。ここは1本取り返す。死にかけ。完全に擦ってますよ ね。 そうですね。相手がガードしてたら何も意味ないですよ ね。 ね。審査まで何を学んだのか。あと、いきなりガロンが体当たり。ガーキャンも間に合わないぐらい早い。早い。なん、ね、だこの技、クソ技ですね。擦りは命。擦り命。体力リード、白次郎、まくれるか、死にかけ、残り43秒、ね、懐に入ってこすっていく。こすってこすってこすって。さあ、下のゲージに気をつけてくださいね。あ、そうですね、白次郎選手、やばいですね、赤いです。ピヨルので注意となっております。あー、ピヨルか、危ない危ない危ない。ナイスカード、うまい。あの打つ目、こっからですよ。
犬ジャンプ。もう死神さんは擦ってるだけですね、これ。でほら、そうですね、これゲージ解放。あ、擦りが強い。最後まで擦り切った。死にかけ勝利。何もコメントがないですね、これやばいですね、これ。じゃあ、R石くん対ババラブネ、お願いします。ね、せっかく死神さんのためにね、このシューティング配信見に行こうと思ったんですけど、やめようかな、ね、あいつ1943回やってる様子ないんですけど、大丈夫でしょうかね。ワンピガーババラムネ、ツーピガーアルイシ君。この報酬落としたら落第ですよね、落第、落第です、はい、もう彼は一生1943回やらせませんよ。やらねえよって話なんですけどね。じゃあワンピガーババ君、ツーピガーアルイシ、おっと、同キャラか。そうですね、ハオマル、アールイスさんがラセチャオマルで、ババアさんがシュラハオマルですね。なるほどね。先ほどタケヤンが解説してくれたところによると、まああんまり差はないというところ で、ちょっと技違うけど使うのは小月さんぐらいだと、ね、赤ハオマルがいい人はラセチャを使ってください。なるほど。さあ、白か赤か、紅白、紅白歌合戦。歌ってねえよ。歌ってない。さあ、大喜利。さあ、でもいい声で泣いてくれる。あーと、そうですね、うまい。これですね、小月さん。このゲームは C… ハオマルは CDB、CDB ってやると連動技になるんですね、うん、なるほど。ルートが決まったチェーンコンボがあるってことですね。そうですね。あぶれ、ローピック。さあ、もう一度連弾切れていく、それっぽい。投げる、うまい。大きげり。さあ、RSさんもできますよ、CDB が。おーっ、もう一度。さあ、勝利をつないでいく。あれ、落ちた。ユーストが落ちた。ユーストが落ちた。あ、大丈夫だ。やっぱユーストは祝日とかは重いんでしょうか。ああ、なるほど。祝日になると遅いと。重いと。さあ、アルイさんありますよ。ああ、落ちすぎた。なんでこのゲーム起き上がりに、起き上がる方は起き上がり上段攻撃と下段攻撃ができるので。なるほど。いわゆるバーチャ的な 3D 格闘ゲームみたいに起き上がりの攻撃があるということですね。はい、そうです。なのでまあ垂直ジャンプ攻撃とか置いとくといいかもしれないですね。なるほどね。結構 2D しかやらない人あの辺の感覚ね、最初慣れないと思うんですけどね。さあ、ここは勝利。お、いいよ、お、いいよ、あるよ。さあ、さあ、バーバ君の昇竜、昇竜の殴り合い。絶身斬あるんだ。あ、投げた。あ、だね。あ、だね。また投げて攻撃ですから。いいや、アルイスさんありますよ、これは。まだゲージもありますし。あー、残念。勝者、ババラムネ、お見事。じゃあ、俺と微分さんですかね。はい、じゃあ、タケヤンと微分さん。じゃあ、微分さん、これ、正念場ですね。さあ、微分さん、現在トップを走っていますが、タケヤン選手に一矢報いるか。ワンピガはタケヤン、ツーピガはビブン。じゃあ試合の方を始めるんだ。まあキャラ的にはタケヤンのキャラは強いのは分かりきってるんですけど、まあビブンさんですからね、何か起こしてくれるかもしれません。カレー味、黄色いカラー、ビブンのハオマル。いざ尋常に一本目。さあ、ありとあらゆるガードさせ、触れば有利と言われているこの R ハンゾー、早速浮かしてレード足だ。楽しんで。まず一歩でしたけ、早いな。今3秒ぐらいで試合終わったぞ。何が、あ、浮いちゃった。さようなら。勝ったのはタケヤ。いや、元気出ますね、このゲームは。さすが。じゃあ、慎吾くんと岩倉くん、お願いします。エアガイスさんに引かれました。あ、今、ドン引きされました。え、自分の名前を刻むな、お前。エアガイスさん、最低ですね。もう、あんなコンボして、もう。ワンピガは岩倉、ツーピガは慎吾。岩倉くんは、じゃあこれ、慎吾に勝てば3ポイントもらえるというような形になります。そうですね、岩倉さん、頑張ってほしいですね。欲しいですね。まあ、自分的には慎吾さんが勝ってくれた方が嬉しくはあるんですけど、岩倉さんには頑張ってほしいですね。そうですね。ちなみに、あの、タカ、今ちゃんとガードしましたけど、中段攻撃なので。ああ、そうですね。
浮いたら半分減らされますので気をつけてください。食らいたくはない。俺たか、あーやー浮いちゃった。ふわこれで半分確定すると4、5、6、あ、ダメ。ゲーナーキック、投げする、そして踏みつけ。まあ浮いたら半分減るのはアイヌでは常識ですから、ね、そうですね、しょうがないですね。あまた浮いた、危ね。また投げが入る、踏みつけ。さあ岩倉選手ここからまくれるか。残り27秒、中段ガードして下段、いや入り、そしてハイパーオリンピック、バックステップで距離、浮いた、浮いた、これは、はい、死んだ、はい、一歩接種信号。そうですね、さっきの羅刹ナコルルも強いんですけど、はい、シュラナコルルは火力はそんなないんですけども使いやすいっていう点ではかなり、強いと思います。使いやすさではこのシュラナコルルは強いと。そうですね、おすすめです。もうあのちょっぱやの中段持ってるっていうだけでね、あとこの下段で揺さぶりかけれやすいですもんね。確かにね、あのアンヌムツベガーキャンで出せますからね。なるほど、ああ浮いた、アイヌでは常識。4、5、6、あ、残念、あ残念、一発少なかったか。おっとハイパーオリンピックいいよ、しゃがんだらこすれ、堀さん右京、岩倉さんとしてはしゃがみこすりで反撃しつつ、ね、火力の高さでまくるしかないですね。そうですね、頑張ってほしい。さあ信号のクルージング、距離を取ってのママハハ、しゃがんだ瞬間クラウド、時間がそろそろ落ち着いてガード、ゲージありますからね。ええ、危なかったらもう怒るしかないですね、 ABC 同時押しで。あっ中段ガードして、ここでゲージ解放していく、あ惜しい、あ惜しかったですね、今ね一戦確定しましたね。惜しかった、出していれば一本取り返してた。しかしまだ時間はある、ここからはまあ、あー、ゲージだった、残念、信号勝利。いや、岩倉さんありがとうございました。出ていただいて本当に。じゃあサリプと親返し画面お願いします。これはいい勝負ですね。さあザンサム界ではね、この2人の対決は因縁の対決なんですが、今日はどのように転ぶか。 1P 側親返し画面、 2P 側サリピ。そうですね、攻めの親返し画面か守りのサリピって感じですね。はい、そうですね、サリピちゃんは割と時間を十分使ってじりじりと立ち回るのがうまいプレイヤーですね。それに対してエアガイス仮面はね、もう連続技はすごいし、攻めもうまいし、待っても強いし、お前どうなってんだって感じですけどね。うわ攻める、さあ攻撃を当てて、まずは体力リード、エアガイス仮面、おば下段から、さあ浮いた、さあエアガイス仮面のターンが続く。おっとここは中コンボをあの氷で阻止はできるので。なるほど、あ、はい、そうか、中断できるんですね、リムルルもね。そうだそうだ、あー裏だ、当たってしまった。おきげり、まだ分からない、さあ時間残り30秒ですね。下段から、あー浮いたー、浮いちゃった、あートラップで逃げる、いいよ、さあ、おっと今度はサリピのターンが回ってくる、あーあーまた浮いた、あートラップやっていいよ、まだ上がらない、あっ垂直ジャンプキック、残念当たらない。下段切りから距離を取るサリピ、いい勝負、技の当て感がいいな。ヤガイスカメ、ここはガードした、時間がない、時間がないぞ、ここ取れると美味しいよ、まくれるか、切られた、残念、あっこれは、いや時間的に、あー惜しい、どっちだ、どっちだ、微妙、源十郎かな、源十郎が取りました。ヤガイスカメ一方選手、あーこれ取れたの大きいですね。いやー今のね、もったいなかったですねサリピちゃんね。リムルルは火力がないから体力負けしちゃうことは多々あるんですよね。なるほどね、露骨に出ましたねそこら辺が顕著に。浮いた、さあサリピのターン、ここは優しく一発垂直ジャンピングが結構鬱陶しい、しかししっかり対応していく。エアガイスカメ、ショーパンか、固める気ですね、固めるテンプル、固めるテンプル、ああ。いやでもやちょっとね軸がずれましたね、軸が残念ずれていた。あーこれ浮いたか、さあこれで止めてトラップで、これだけで済むのが美味しいですね、美味しいですね、うん、さあ止めたところでリムルル側が、あっ危ない、ダメージ当てないと、そうですね、ここからまくるのは相当厳しい、時間がないぞサリピ。さあどこでゲージを使っていく、キックから、さあ怒りゲージは使った方がいいんじゃないか、あーそれはまずい、ここでゲージ解放していく、投げ、いや今日ヒル、さすがやがすごい、投げ返して大ヒル、投げ返した、あーしょー、うめえやがいつかめ、お前の行動は分かってるよと、勝ったのはやがいつかめ、もみゅと、いやー落ち着いて冷静だね、さすがですね。じゃあ死にかけくんとババくんお願いします。
これはこすり勝負ですね。こすり勝負になりそうだ。ワンピーがババラムネ、ツーピーが死にかけ右京。いい試合を見るとこのゲームも十分本当に面白そうなんですよね。そうですね。立花右京。いや本当にもったいないなと思いますよ、僕はポリサムは。もったいないが一番似合いますね。ね、もったいないゲーム、ポリサム。さあ、半王丸対右京となっております。大切りがいきなり刺さる。おっと、連山連山、あ、惜しい。おっとゲージが上がったか、昇龍拳。さあ、覇王丸は中段が強いので、しゃがみこすりと噛み合ったら相当痛いと思います。なるほど、安易にしゃがめないけど、安易にしゃがんでこすっていく死にかけくんとなって、ほらほらほら、そうですね、あのガードしてればいいですから ね。あー、やばい、投げが入る、起き上がりにキック、あ、惜しい、それ連続で入りますよ。そうですね。あー、俺にはこすりしかないんだ。あーっと、ダイ。あー、うまい。さあ、ババラムネ一歩選手、やっぱしゃがまないと何もできない分不利ですね、死にかけて、ね、そうですね、もう、あー、多いよ、矢切りしっかり決めて、体力リード。さあ、連山が入るよ、最後の勝利拳で締める。結構減りましたね。減ったね。あ、新海さん、しゃがんでると危ないですよ。あっ、から中断、中断っつってた、さっきから中断だっつってた。立ち入れも強いよ。そうですね、まあ人のことは聞かないよ。ほらほら、もう馬場さん勝っちゃって。あっ、ここでも懲りずにしゃがんでいく。大喜利使っていく、タイを入れ替えて、しよう。あっと、危ない危ない危ない危なかった今。おう、いいよ、なんかわかんないけど技が当たった。ジャンプ届いてない。あ、うまい、これで一本取り返す。立花右京、いや今最後の立ち回り死にかけ君良かったですよね。そうですね、あんまり急にこすりが少なかったですもんね。え、あれ中断なのって聞いてから急にね、なんか急に立ち回りが良くなったよ。 あらまたダメじゃんみたいな。さあ、5割ぐらいの体力が失っていく。おぎぎりしゃがしょう、いや立ちしょう。 あ、そうそう、それいいじゃないですか、ばらまいていこうよ。そうですね、同じ攻撃だけだと ね。さあ、あ、まくれるか、まくったぞ、死にかけあるのか、大きい攻め、さらにステージは移動する。ここは穴落ちがありそうなステージ。あー、やっと中段ガード下段だって。あー、うまい、あ、ママさん、そこは急に差し合いうまくなったぞ、あいつ返して、しゃがみショー中段、あー、置いてあった、うめえ、あいつ判定が残ってるんですね、あれね、判定が残ってるんです、持続当てみたいな、狙ってなくても持続当て、死にかけ受けを勝利、お見事。じゃあ、はい、行ってきます。じゃあ、竹谷と慎吾、さあ、竹谷がこれで3ポイントをゲットできるか。さあ、ワンピーガーはこのゲームの有識者、竹谷、他のキャラ使おうとしたら使わないでくれと言われてしょうがなく RR ハンズを使い続けるタケヤ、またの名をエスパーマミ、そして 2P 側ナコレルシュラー、シンゴ。いざ尋常に、さあ、名を違うステージ、どちらにもチャンスがあるか。しかし触っただけで有利のこのハンズ、あれ、あ、いいよ、返したがボンバー、まだ分からない、何でも使える距離を取る、手裏剣ガード、マオハー打ったが懐に入って、宇宙コンボ、タケヤ落として、あー、投げが入る、うめえな。さあ、一旦距離を取る、仕切り直し、おいよ、下段を当てて、段を奪って、置き蹴り、ここでちょい、いいよ、ラドンアタック、しっかりやっていく、でもまだ減ってない、避ける、投げ捨て、まだまくってない、頑張ってほしい。ああ、移動機からシグガード、まあまあまあ、立ちガード、ああ、ガフが入る、竹谷一歩選手、服部半蔵、2本目、さあ、3ポイントくれてやることになるのか。中段からバウンド、さらに連続技、佐川急便のスキルが問われる、落ちる、ひょっとして落ちないか、角は落ちない、オセロみたいですね、角を取れ、起き上がり、ナイスガード、あー、当てたか、ラド当てていく。さあ、ダメージは減らしたが、まだまくれてない、
ジャンプ攻撃、対空で落としていく。あー、やめる、クラッチ。ナコルルがラーメンになっちゃう。勝ったのは竹谷半蔵、お見事。服部半蔵。じゃあ、エアガイツ仮面と死にかけくん、お願いします。準決勝第2試合となります。3ポイント取った。3ポイント取りましたね、竹谷ね。これで竹谷も上位陣に少し食い込んでるかもしれません。じゃあワンピーガーはエアガイスカメ、先ほどサリピを撃破してきましたね。そして、死にかけ君、擦るだけではなくなってきた死にかけ右京。そうですね、まあ、これも中段が怖いんで気をつけてください。そうですね、軸になるのがしゃがみ将棋りってなるとね、中段食らいやすくなっちゃう。あ、それはまずい。強制ガード不能ですね。強制ガード不能技です。エアガイスカメうまいね。そうですね、触られたら半分ぐらい減ります。もうあの減りですよ。さあ、こすってこすってガードした。かくらん、なんかあるのか。こすり、吹っ飛ばし。お、でもいい勝負してるじゃないですか。いいじゃないですか。なんか減ったな今の。お、あれも、あれもバグです。バグ、はい。あー、浮いた、死んだ。一本選手、エアガイスカメ、あの、相手の起き上がりは垂直攻撃を重ねといた方が無難だと思います。なるほどね。あ、これやばいですね。これやばいですね。あ、でもこれがステージに助けられました、さあ、もうステージチェンジはないですよ。ステージチェンジはもうない。あ、浮いたかな。浮いたか。さあ、野外スカメンのターンか。いや、一発で運が良かった。下段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 、こすってこすって、この運がいいのを生かせるか。そうですね、今のダメージ良かったです。あっと、危ない。 あれはゴミ技です。ゴミ技。笹笛駅移動、いいよ。切って中段、ナイスガード。なんかあんのか。何にもね、強制ガード不能。強制ガード不から、うん、知らねえよ。こしてこして、あー、やばい、つかめ、うまい。しかしナイスガード。あ、惜しい。お、まあ、なんだ今の。そうですね、浮いたらコンボ、浮かなかったら強制ガード不能の二択なので、です、ね、触られちゃダメ。いかっていく。あー、焼けくそ、焼けくそ、焼けくそ攻撃通じない。エアガイツ仮面勝利、決勝進出おめでとう。おめでとうございます。よーし、じゃあスーパーストリートファイターカーニバル第14戦ポリサム大会決勝戦始めたいと思います。さあ、握手から始まる。エアガイツ仮面対タケヤン。エアガイツ仮面がタケヤンを破ることができるか。ワンピーガはエアガイツ仮面、ツーピーガはタケヤン。じゃあ試合の方お願いします。服部半蔵、我が身現状。今日は残念ながらもう一人のね、優勝候補である日暮選手がいなかったというところで、若干タケヤン、勝ち確かと思われていたんですが、まあ、相手はエアガイツ仮面ですからね。ワンピーガは岩上源十郎、勝てるか。どうなんだ、一本目勝負。じゃあファーストアタック取って、ボンバー回避していく。下段投げせ、体力リード。あ、やや、しまないかな。浮かせ技はボンバー通じない。浮いた、逆に浮いた。さあ、竹谷のターン、いつまで殴るんだ。ここは穴落ちがないからまだいいが、このヘリ、いや、つえー、なんだこのゲーム。一本選手竹谷、さあ2ラウンド目。さあ、竹谷が今度は攻撃に転じるが、怒りゲージ解放。早い展開、一戦当たんなかった。腕刺激、無敵なんだね。あ、空中の残空は折り際無敵なんですね。やばいね、このゲーム作った人大丈夫ですか。中断、いや、コンボはできません。いやー、最強の名を惜しいままにするぞ、この半蔵、ある半蔵。エアガイツ仮面でも無理なのか、攻略できないのか。さあ、いいよ、ボンバー、さあ、シグアド、あ、うまい、ボンバー。どうすりゃいいんだ。お、いいよ、垂直ジャンプ切り、中断。さあ、ミドルキックが刺さる。残り14秒、キバガミ源十郎まくれるか。もうゲージがない。あっと、押し打ち、中断、軸移動で避ける。あ、うまい、逃げたいが、ガーブ、あ、返した返した返した。おー、やべえ、残り1秒なんとか逃げ切った。1-1、3本目勝負。さあ、ダブルリーチから3本目。さあ、まずは体力リード、エアガイスカメ。
さあ最強のガードを崩せるか、優勝もあボンバーさあ真っ赤っかだぞ竹谷大丈夫か、あーここで怒っていく、しかし勝ったのは野外つかめ、優勝おめでとう、すごいよく勝ったな、いやすごいわ、じゃあ放送席放送席ヒーローインタビューとなっておりますけれども、ちょっと待っててね、はい、じゃあ優勝した野外つかめです、拍手、はい、ありがとうございます、いや今日は相当モラル高い勝利じゃないですか、そうですね、まあボリサムも面白いんですけど、今三国演舞で加工トンが、はい、ボーイズムじゃないのに、はい、ガーキャンできるっていうネタが見つかって何それ今大変なことになってるんですよ、イズム関係ねえじゃん、みたいな話、そうですね、はい、イズムを超えた、いやもう加工トンはちょっと禁止じゃないかなと、なるほど、はい、ついにイズムを超えてガーキャンシステム超えしてきた、大変なことになってますね、なるほど、ポリサムの話しねえのかよ、ポリサムはまあ今のは本当にたまたまっていうか、3ラウンド目はちょっとでっかい大攻撃を差し込みで、まあ、体力削れたらいいなぐらいでそれがうまくはまったんで、ああ、まあ、1ラウンド目2ラウンド目見てもらえば分かる通り、何やってもダメみたいな、まあ、夢はな基本ないですよね今日は勝ちましたけど、こっちはゲームやらせてくんねえのかよみたいな、死んでえじゃんみたいな、そうですね分かりました、まあポリサムでも強いというところを証明できたから良かったんじゃないですか、まあ、一発がでかいんでね、ああそうだよね、まあうまくいけばたまには勝てるかなぐらい、わかりました、基本無理ですなるほどね基本無理です、はい、じゃあ視聴者、野外つかめファンの視聴者にメッセージください、最後に、そうですね、まあ、前回三国演舞で初めて野外つかめを見た人は勘違いしてるかもしれないですけど、野外つっていうゲームがあるんで、あ、なるほど、僕それも得意なんですけど、はいはいはい、三国演舞の面白さにはちょっと宇宙を3回超えてもかなわないみたいな、皆さんちょっとやってもらえば分かるんですけど、はい、三国演舞はまあぶっ壊れて、まあそうですね、僕らと戦うときは、ええ、これ1回100円の価値あんのかなって思うと思うんですけど、なるほど、ちょっと頑張ってみてください、はい、わ、はい、かりました、エアガイツの話するかと思いきや三国演舞の話で締めた、そうですね、ちょっと三国演舞今やりきたいね、わかりました、新ネタ、はい、いろいろ、じゃあ、はい、優勝したエアガイツカメに大きな拍手を、優勝めどう、はい、ありがとうございます、早く行け、あ、エアガイツも面白いよ、エアガイツも面白い、なんかさ軽いな、はい、じゃあ早く巣に帰れありがとうございます。というわけでスーパーストリートファイターカーニバルは12月16日まで、ポイントを競い合う、変則ランキングバトルとなっております、次回開催種目明日でしたっけね、新サムです、明日8時エントリー開始、新サムライスピリッツ世界大会のエントリーも開始してますけれどもね、まあ、その前哨戦と言わんばかりのスーパーストリートファイターカーニバルの種目新サムライスピリッツ第15戦となっておりますんでね、明日もよかったらご参加そしてご視聴よろしくお願いいたします。この後ね、突発の、ゴリラ影助、VS 闇踊りさんの、10先、を突発配信したいかと思います。バーチャファイター 3TV 最強はどっちだと、世界大会優勝者のゴリラ影助か、それとも、バーチャファイター界の 3TV 界のレジェンド、闇踊りか、じゃあ10先後ほどね配信したいと思いますので、どうかお楽しみにということで、はい、というわけで多数のご参加誠にありがとうございました。11月3日は俺が初めてカツアゲを食らった日と覚えておいてください、スーパーストリートファイターカニバル第14戦ポリサム大会以上終了、ありがとうございました。